くん、ごめんな。ごめんな。割り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 悲しい曲が流れてたよ。でもさ、でもちょっとやっぱさ、なんかすげえついてきたしさ、怪しかったじゃん。黒いんだもん、黒いんだもん。しかもなんかチャットでも、とっくんさんじゃしょうがねえかっつって。ああ、じゃあ流れがもう。じゃあしょうがないから。テストプレイみたいな。確かに。そうかね。そうそう、ごめん。適当に言ってるですからね。ごめんごめん。はい。はい。どこ行こうかな。次別のとこ行ってみようかな。アーカイブ行ってみよう。翔一と特っくんさん、特っくんさんと一緒一緒にいたくないな。めっちゃ来るやん。めっちゃ来るやん。あ、これ違うわ。これこれダメだ、できない。え、あそこそこそこ。やってるこれ、トックさんやってるかちゃんと。あの、早っ、早くない、早くない、早くね。え、私が地雷ちゃんの死体見つけました。お、はいはい、お父さん、今なんこれでも停電ですか、なんか多分なんかなってた、なんかなってた、サボタージュじゃないですか。うん、まあ、小野さんと箱太郎さんと一緒にいて、それに向かって行こうとしたら、どっかの、ま、なんだろう、こう場所わかんないんですけど、やられておりました。上の方のマップにいるのって誰かなっていうか、マップ把握してないからわかんないですよね、これ。これ今ね、なんか一人ぼっちなんだけど、上の方のはしごがあるじゃん。はしごとなんか渡り廊下じゃないけど、なんだろうな、変な。なんかリフトみたいなのがブーンって動けるんですよね。そうそうそう。のところで、その緊急タスク出てきたから、ビビになってたから、それのやつやってました。俺も今、ちょっととっくんさんと一緒にいたくないなと思ったんだけど、なんかとっくんさんがちょっとついてきちゃうから、ついてきちゃうから、しょうがねえなと思って、とりあえずマップちょっと探索があったら歩いてたら、ピーピーってなって、ちょうどその階段降りて下のところにスイッチがあったんで、ちょっと、あ、俺ちょっとなんか行くのめんどくせえなと思ったから、ちょっと特訓さんに行かして行かしてくる人とかではない、はしごの上で待ってた、ずっと。そうそう、なんか重なったら食われたら嫌だなと思って。あ、確かに。そうそうそう。いや、誰も地雷ちゃん見てないの。見てないの。見てない。開幕あのね、右上のねトイレでなんかねキュポキュポしてた最初さ。最初俺アーカイブに行った。最初俺アーカイブ、最初3つ選ぶところ、アーカイブっていうところに行って。アーカイブってどんなとこですか。なんだろう、資料があるっぽいところで、俺そこには俺と翔一ととっくんがいたんだよね。だから多分ちょっとどうなんだろう。これって何箇所行けるんだっけ。3箇所、3で3です。全然わかんないな。まだ全然わかんない。わかりますから。いいですかこれ。あれ？あれ？あれ？なんかシールドさんが殺意を感じる。なんか匂ったな。匂った了解。匂ったらしょうがねえわ。全然わかんなかった。あ、メインホール行ってみよう。どこだ？あ、真ん中なんだメインホールは。なんか面白いのなんかないかな。面白いギミックみたいななんかないかな。なんかやばいな、この人匂ってんだよな。匂ってる情報あるからな。向こう行けない。おい、なんかそれ洗濯物みたいなやつ、これやるの、え、違うな、これ洗濯物じゃないか。え、全然、え、これ何、これ何、何なんだよこれ。何これあれ、何、全然意味わかんない。こっち行けない。うわ、これすごい、こっち遠回りしていかなきゃいけない。なんかこっち人多いな。あ、やってる。逆に、あ、そっちから回れるのか。はい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 。あー、オッケー。なるほどね。ちょっとミーティングルーム。ちょっと助けるかな。出た。98164。はい。
集団行動したらやられなさそうだけどね。こうあんまりにもマップ広いからなんか離れたらちょっと怖いな。とっくんさんじゃなさそう。いやでもまだわかんないか。あ、多分一回押してみた感じかな。あー、はい、なるほどね。はいはいはい、あ、なるほど、はい、何も起こってなかったですね。何も起こってない、うんうん、いや今ねこっちに7人ぐらい固まってて、うん、固まってたね、はい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 、そうそうそう、でこの状況で単独行動してる人が、うん、要は2人いるってことだから強盗ですね。うん、その2人ちょっと怪しいなと思って。確かに、ね、確かに今下の方のなんか レバー下げてなんか5って表示されてたんですけど、レバー下げて、あのこのレバーってどうやってやればいいのと思って全然分かんなかったんですよね。1から1からなんか6、7ぐらいまであって、それを順番にレバー下げるって感じです。意味1のレバーを探して、あ、1のレバーを探す、あ、まあ、そういうことなんだ。じゃあ順番にね、あるぞ、あれ5番ってことなのか。そうめちゃくちゃあるんだよ。全然意味分かんなかった。え、これほかもう一人誰いなかったのって。箱太郎、箱太郎はなんか変なリフトで一人だけピピピピピピッって移動しちゃったんで、あ、右に、うん、あれは飛んで私と多分入れ違いになりました。はい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 、うん、これそんな怪しくないと思います。これ逆じゃないですか、箱太郎さんと僕が怪しくないんじゃないですか、これかもしれない。7人いたから殺せないってことでしょ、うんうん、まあ間違いない、あ、それもある、それもある、これ多分、いや、なんかこれは花江さんやっじゃないですか。いや、だなんか癖、なんか癖、なんか癖んだよな。心外なんですけど。さっきから？さっきはインポスターじゃん。なんかさっきのインポスターで、いや引っ張られてる。引っ張られてる。喋りすぎたから、今回はちょっと正観決めようかなって思ったところで。なんで静かすぎて、なんか臭い、なんか臭いんだよ。静かすぎて怪しまれるのも、それでもそれちょっと困るんですよ、ね。それがアボンガースだからさ、やっぱ。確かに。でもさ、連続しますね、インポスター。俺喋ってないだけ。の怪しさじゃん。匂ってます？確かに。でしょ？匂ってます。一瞬すごい追いかけられて。なんかちょっとなんか獣臭すんだよな。獣臭。疑いたい気持ちもすごくわかる。でも何？商材販売する人？全然わかんない。本当にこれわかんないわ。全然わかんない。なあ、結構入ってる。いやでもこの二人、これ釣りたがってるやついるかもしれない。もしかしたら。投票したやつ覚えとけよ。投票したやつを覚えておいてね。怖い。覚えておいてね。ミュートします。ミュートだ。貨物室行ってみよう。どこだ。あ、これかがアーカイブ。アーカイブ右上か。なるほど。あ、出た出た。これさっきのとこや。いや、52713。オッケー。なんか来たんだけど。ちょっとごめんしょ。なんかちょっと怖いから。絶対、おい、なんで逃げんだよみたいなこと言ってそう。おいみたいな。言ってそう。うわっ、あ、これ違うか。え、なにこれ、なんだ、閉められてる。うわー、怖い怖い、不安。左下、なんだ。うわー、これは、きつい。しかもこれ、ほら、やっぱそうじゃん。絶対やっぱこれやっとくべきだったな。なんか癖はやっぱ。いけ、正一、正一こっちだ、正一こっちだ、正一こっちだ。やっぱり臭かった男。あ、ナイス。これいったんじゃない。いや、え、はい、マジで2人。これ今どこですか、先生見つけたんですけど、美術品みたいなところを飾ってるところで、はいはい、そこのタスクを出して下行ったらリモーネス先生がいなくなった、あ、亡くなってたんですけど、これその前に小野さんと一緒にいたんですよ。でも2連続熱いの。県庁さんもやられてるか違うってことで、ね、そう、なるほど、うん、で俺その時にリモーネス先生と小野さん絶対違うなと思ってたの。
あの俺のこと殺さなかったから。これさ、あの花ちゃんを疑った先生がやられてるってこと、花ちゃんやっぱかっこいいんじゃないの？いや、私もそう思います。あのさ、花ちゃんは本当に頭が悪いね。え、俺らなおちゃんだった？噛んだら確定じゃん、それは。あ、確かにね。でも、でもちょっとやっぱやってんのよな、情熱というかさ、感情で噛むほどさすがに俺は落ちるじゃないよ。臭いよ、この、この臭いファッションに気づけるか。怪しいなって思った人がいて、臭いファッションに気づけるか。降り立った時に箱太郎と民名さんがいたんだけど、その箱太郎はタスクやってんのを見て、でちょっと怖いから俺箱太郎とちょっと距離を取りながら見てたんですけど、なぜか民兵さんは一人なのにガンガン走り回ってて、ちょっとクルーの動きとは思えない、もう無敵感を出してて、いや、やっぱそれはそれはあれじゃない、獲物を探してるようにしか見えなかったけど。それは違うよ。あれ変わってる、あれ変わってる、そんなことしないよ、ミンちゃんは。あれ変わってる、キルコさんだから。俺一番始まる時スクがさ、分かってなかっただけでしょ、場所が。そう、シンプル分かんなかった、本当に。一番初め、花ちゃんとミントさんに僕怒られてるんですよ。これはマジで、トッキーのお父さん、あ、違う、ハッカーのお父さん、花ちゃんの疑いを減らす代わりに民兵さんに入れます。いや、俺、花ちゃんに入れます。これ、二人つとけ、俺に入れる人を見て、まず。ナイス、ナイス、あれ、ナイス、黄色覚えたっけ、ナイス、黄色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 、ナイスすぎるでしょ、天才だ。やっぱね、パッション、釣りもパッション、パッションで釣ってけ。やっぱ失敗を恐れずパッションで釣ってけ。え、コードを表示する、ピロロ、なんだ、全然わからん、ピロロ、そういうこと、やばい、これもう一回、四角、四角、四角、六角、四角、ダイヤ。四角、四角、六角、四角、ダイヤ。きたー。え、これやったらブイーンってつながるとかじゃないの？悲しい。あ、安定。ある？なんかいつもやったことあるやつも結構あるな。これマジ何なの？これマジで何？マジ知らん。いやいや、やばい、これ何個あんのこれ。 4、 あ、 1、 あ、そういうことか。1、次2番を下げろ、さっきこれ言ってたのかな。2なくない？あ、これだね。1、は、7、は、え、どういうこと。3、え、より1個下げた、もしかして。2個下げてる俺、違うよね。4、あ、俺は犯人、分かりました。はい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 、誰ですか。ミントさんです。ですあー、なるほど。で、僕翔一さんと一緒にいたんですよ。うんうん、ミントさんもいたんですよ。え、で、俺と3人いましたよ、普通に。そうだね、俺、あの翔一さんとお父さんだから、あの、うん、ビビになる前に翔一さんと民兵さんと3人になった時に、翔一さんは一つ目のなんかビビになる方に降りてって、俺はもう一つの方行ったら、そこに白太郎がいたんで、そこから白太郎と行動してるんだけど、はい、2人になっても全然やられないんで、白太郎は違うかなっていう、うん、あ、まあ、はい、そこへも結構長い間いますもんね、一緒にね。僕1個目のさっきの妨害入った時に、はい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 、あの、僕下にいて、その妨害のスイッチ直した後に、うん、ミントさんが上でずっと待ち構えてたんですよ。違う、そこは怖くて来たんですよ、大丈夫かなと思って、怖くて、はしごの下にいて、民兵さんが降りてきたら俺はしご登って逃げたんですよ。翔一さんがいて、翔一さんとミントさんと俺が3人合流して、俺また怖くて左に逃げたんですよ。で、でその後戻ったら翔一さんが死んでたんです。あの、なんかね、なんかね、民兵さんね、無敵感出してるんだよね、めちゃくちゃ今回。マジで無敵感がすごいの。そんなことない。
あれね、俺を倒せるやつ出てこいぐらいでね、ガンガン動いてるから。いや、プレデターは消えない、やっぱり。おい、いや、シーだけシーくせよ。調子に乗ってんじゃねえの？調子に乗ってんじゃねえの？一瞬見ただけで、あとしてないんで。あとはもうほんと、後藤さんと翔さん一緒に動いてるなぐらいだったんで。いや、ここまでじゃないですよ。ストケツ、ストケツ、ストケツ。ここはシーだけさ、ほんとに。確実にキルポ稼ぐ動きしてるんだよね。え、じゃあ、リンコさん、なほ僕が、妨害活動した時になんで上で待ち構えてたんですか。いや、それはちゃんと後藤さんができるかなと思って心配して親心みたいなとこあるじゃないですか。ちゃんと見とこうみたいな。おい、そんなわけあるかい。いやいやいや、そんなわけあるかい。もう言い訳がもうちょっとネタに走ってきてるから君さんに言います。もう笑いに走るしかないっていう判断してる。戦の子でしょ今。なんでこのゲームふざけやがって。でも俺じゃないんだけどな。これで終わりますように。終わりません。え、終わらない。あ、ミートしよう。あ、やっぱ音楽流れんな。あ、ナイスナイスナイス。いや、マジで超一マジナイス。よかった。超一ナイスよ。という俺で肉塊が肉塊やられたことによって後藤さんが気づいてくれた。正直小一さんはちょっとトラップに使いました。トラップに。小一さん一人だからミントさんにやられるという。いや、これファッションで釣ってよかったな。ガッションちょっとこれやられた完全に。この男 に2回もレーザー出して殺されてんね俺目から。しかもさ、俺とさ、はなちゃんの攻防あったよね。プロペラの攻防あったよね。こいつくせえっつって、片方一人しか行けないプロペラのとこあるじゃん。はいはいはい。で、そう、俺が先に行って、相手来た瞬間に俺も乗ってこう交差するように逃げたんだよね。こいつくせえっつって。